デッドバイデイライトやっていきましょう。どうもエルザです。今回は「サバイバー」でやっていきたいと思います。さあ早速チャットあるんでね、ガンガン回していこうかなと思いますが、ただ周りが怖い。霧濃ゆいけどな。いいのかな、ガンガン回していいのかな。一応1回分、今いたね、今いたね、影が見えたね。シェイプかな。ああ、やっぱ続き回してたんだね。おお、バレてない。助けに行く。で、シェイプがどっちから来るかだよね、問題は。いや、大丈夫かな、の味方さん。さあ。かけられてる。これは誰か有能かなんかがついてんのかな。バレてない。向こうに行ったよねと思ったら戻ってきてた。よし。回復スキル持ってるかな。問題はそこだよね。いや、持ってない感じだね。地下か。地下はちょっとめんどいな。はい。さあ、助けに行く感じかな。さあ、あそこにトーテムがあると。これを縦に。
いいねいいね、味方いいね。いや、でも、ああ、隠れてるのか。なるほどね。やべ。あら、でも。一撃。やべやべ。何してんだ。集中力が切れてる。メメント森か。なんか立ったなと思ったら。うわー、あれきちいなー。何個持ってきてるかね、2つかなー。やっぱさ、ああやって見るとシェイプ強いよね。ちょっと隠れます。さあ、怪我してる味方だったら状況わかるんだけどね。やっぱこの辺りが共感と絆の違いだね。じゃあ、散ったかな。さあ、お怒りですね。さあ、あとどこにあるかだよね、問題はね。いやー、メメントかー、肉体かー。いやー、マジかー。マジでさ、一撃はきついよね。いやー、一撃はきついな。二人一気に持ってかれたねー。ついでにハッチも発見。いやー、興味するな。いやー、やっぱあっち行かないか。普通に素直に逃げてた方が良かったな。
さあ味方がこれでどう動くかだね。さあどうなる？あれは見つかってる感じがするな。うん、見つかってる感じがしたな。ダメかー、ダメかいやー、ハッチ見つけてたんだけどなー、もったいなかったなー。あそこはやっぱ逃げとくべきだったね。いや、もうプレッシャーっていうかもがいてもさーっていう感じではあるんだよね。まあまあ、いやー3人持っていかれたかー。いや、3人はすごく早いよ。3人目メントモリはきついよね。いやー、ではありがとうございました。いやー、あとちょっとだったんだけどね。やっぱ一撃でっていうのがきつかったね。まあ面白かったけど。さあ、色がついた。色ついたね。やった、14。色ついたー。よかったー。こっからだね。色ついてからが大変っていう話だもんね。あ、毎月13日にリセットされるんだ。今更だけどね。あーだろうね。なかなか、なかなかって感じだったんだね。はい、ということで今回はここまでとなります。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。